どうもこんにちは。今回はですね、スパイスボックスを DIY で作ってみました。なるべく簡単に作ってますのでご紹介します。材料ですが、30cm×30cm の板を2つ、側面用に 30cm×7cm の板を4つ、横板用に 28cm×7cm の板を6枚、木箱用に 5cm×26cm の板を3枚、側面用に 5cm×7cm の板を2枚、厚みはすべて 1cm で作った方が作りやすいと思います。まず最初の作業として、カットした切り口にヤスリをかけていきます。ヤスリをかけて滑らかにするんですが、ハンドサンダーなんかを使うととても作業が楽だと思います。その後にですね、ワックスを塗る作業に移ります。でワックスなんですけれども、ワックスはね、ヴィンテージワックスを使うようにしてます。ヴィンテージワックスをなぜ使うかというとですね、乾燥時間がだいたい30分ぐらいです。塗った後にですね、拭き取ればもうそれだけで OK で、特に問題なく乾燥してくれるので、木材に色を塗るときはヴィンテージワックスを使うようにしてます。これはね、おすすめです。今回の材料なんですが、僕はね、9ミリの厚さの板を使いました。ちょっとね、若干のズレとかが出てきてしまうので、1センチのものを使うのをおすすめします。ホームセンターで木材をカットしてもらうとですね、こういったノコギリできるような間違いが起こりやすい作業、そういったものを省けますので、なるべくホームセンターでカットしてもらった方がいいです。ただですね、注意点としてなんですけれども、例えば60センチの長さの板があったとして、それを30センチにカットしてもらおうとするとですね、刃の厚み分だけやっぱり短くなってしまいます。なのでちょっとね、長めの板を買って、余裕を持ったカットをするのがおすすめです。そしたら次にですね、木箱の作成に入りますけれども、まずね、ボンドで仮止めをした後に、細い釘を打って補強していきます。で、補強していくんですけれども、この辺の作業がね、面倒だという方はですね、例えばセリアとかダイソーに行くと木箱が売ってます。木箱が売ってるので、そのサイズに合わせてスパイスボックスを設計するという方がね、もしかしたら楽かもしれません。ただそうしてしまうとですね、自由度がなくなってきますので、僕はね、木箱を別に作ることにしました。でこの木箱はですね、薄い板を使って作ってますので、結構ね、作るのがシビアでした。なので1回実は失敗してます。そういった失敗がないためにもですね、厚みは1センチのものを使う方が、計算しやすくていいんじゃないかなと思います。でこの木箱を作ってる間にですね、ヴィンテージワックスが乾燥しました。乾燥しましたので、今度はですね、余分なワックスを拭き取る作業を行います。すべての板に関して、このね、ヴィンテージワックスを拭き取るという作業を行います。で、ですね、似たような板があったりしますので、なるべくですね、板は最初のうちに分けておいた方が作業がしやすいです。実際組み立ててしまってですね、長さが間違っちゃったということになると大変なので、まず板をですね、それぞれの大きさに分けておきましょう。今回はですね、横板を6枚使います。その横板6枚使う中の3枚にはですね、セリアで買ってきた金具を取り付けます。この金具を取り付けることによってですね、スパイスが倒れたりすることを防ぐことができます。これはね、ないならないでもいいんですけれども、パカッとスパイスボックスをね、開いた時なんかにどうしても勢い余って落ちてきちゃうとか、あと移動中にですね、中がぐちゃぐちゃになってしまうということを防ぐためにこれをつけました。この部分をですね、木で作ったりっていうこともできるんですけれども、なんとなくね、見た目がいいかなと思ってこちらを選びました。3つで330円です。取り付けに関してはですね、ドライバーでネジ止めするだけなんですが、なるべくですね、奥行きを殺したくなかったので、ギリギリのところでつけるようにしました。そしたら次にですね、ボンドで仮止めをします。四隅の大きさは決まっています。四隅の大きさは30センチということで今回決めたんですが、真ん中の部分ですね、真ん中の部分の高さなんかは、微調整しながらですね、これぐらいがいいかなと考えながら調整しました。あらかじめですね、スパイスの大きさを決めておくとか、スパイス容器を揃えてサイズを計算するということもできるんですけれども、
まあ、そうしてしまうとですね、他のものが入れられなくなってしまうので、なるべく汎用性が高いスパイスボックスを作りたいなと思いまして、今回は中の横幅を28センチとしました。ボンドもですね、100均で購入したものなんですけれども、これに関してはね、速乾性のもの、速乾性のもので乾けば透明になるものであれば何でもいいかなと思います。このね、ボンドを仮止めする作業も、あまりに薄い板だとですね、立ちにくいので、やっぱりね、厚みが1センチぐらいある方が作業がしやすいんじゃないかなと思います。これでですね、片側が完成しました。だいぶそれっぽい形になったんじゃないでしょうか。ボンドが乾燥したら、今度はですね、また釘で補強していきます。細い釘であればですね、切りで穴を開けたりする必要もないので、細い釘を使ってます。中に入るのはね、スパイスとか油ぐらいのもんなので、この細い釘でも問題ありませんでした。今度はもう片側を作っていきます。同じくですね、ボンドで仮止めをして、まずはですね、四隅を作っていきます。で、四隅を作ったらですね、今度は中に入れる木箱、先ほど作った木箱なんですけれども、それに取っ手をつけました。こちらもですね、100均のセリアで購入した取っ手なんですけれども、取っ手をつけることによって出し入れがスムーズになります。で、木箱を入れましたら、その上にですね、ぴったり収まるように中板を取り付けます。こちらもボンドで仮止めします。これで引き出しの完成です。今度はですね、金具を取り付けていきます。蝶子貝をまたセリアで購入して、これを取り付けました。蝶子貝を取り付けるある程度の位置を決めたら、ネジ止めしていきます。この辺りもですね、本当は長さとか測った方がいいんでしょうけれども、まあ大体この辺でいいだろうという位置で止めてます。で、閉じたところの部分ですね、閉じたところの部分に、留め金をつけました。留め金をつけることによって、自然にね、開閉することを防ぎます。まあ、この辺もですね、100均で十分なんじゃないかなと思います。このままだと持ち運びができないので、上の部分にね、取っ手を取り付けます。今回はですね、革を切り出して取っ手を作りました。これをですね、ネジ止めしていきます。この取っ手に関してはですね、手芸屋さんとかに行ったらもしかしたら売ってるのかもしれません。もしくは100均でも取っ手が一応売ってるんですけれども、ちょうどいい大きさのものがですね、なかったのと、なるべくですね、柔らかい持ち手をつけたかったので、今回はね、レザークラフトで作りました。ここはですね、100均の商品で代用してもいいんじゃないかなと思います。さすがにね、ネジがちっちゃいこともありまして、ネジ1個では心もとなかったので、3つつけることにしました。そして最後の仕上げなんですけれども、留め金がついている側面、こちらにですね、フックを2つ取り付けます。
フックを取り付けることによってですね、まあ、何かぶら下げたりできるかなということで、せっかくなので今回はフックを取り付けました。少しね、長いものがぶら下げたりできるかなということで、片側のフックは高さを上げています。ということでスパイスボックスが完成したんですけれども、今までのですねスパイスボックスはこちらです。さすがにこれだとですね、あんまりスパイスを持っていくことができなかったので今回作ってみました。そして出来上がったスパイスボックスがこちらです。右側の方はですね、なるべく高さを持たせるようにしましたので、オリーブオイルだったり粉チーズだったり、少しね背の高いものを入れられるようになっています。でシェラカップもですね、3つぐらいであればこのように入れることができます。引き出しの部分なんですが、ここにはですね、箸やスプーン、フォークなんかを入れるようにしました。こうしてみるとですね、なかなか汎用性の高いスパイスボックスになったんじゃないかなと思います。中にライトを入れたりすればライトアップも可能です。ということで今回は、スパイスボックスを作ってみました。ホームセンターで材料を切り出してもらえば誰でも作ることができると思いますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。それでは